又吉正義君。又吉正義君。はい、今議長からお出しがありましたので、一般質問に入る前にですね、一般質問初日目、このね、夜遅くまでですね、お付き合いいただき、議員職を並びに執行部の皆さん、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。また知事におかれましては、非常事態宣言がですね、今日から解除になりましたので、私もほっとしております。時間短縮営業で8時までのものをですね、議会をこれ9時過ぎまでやったら、非常にまた誹謗中傷も買うのかなと思ってですね、私の一般質問も取り下げないといけないのかと思って心配しておりましたが、今日はこのように一般質問ができますことに感謝申し上げます。では早速、沖縄自民党、一般質問に、また質疑入らせていただきます。まず順を追っていきたいと思います。まず1、宜野湾建設所移転にかかる宜野湾仮設避難港の盛り土の取り扱い方について伺います。土木建築部長、上原邦貞君。はい、仮設避難港の土砂の取り扱いについてお答えいたします。宜野湾市大山の仮設避難港については、その土地の一部について令和2年度から6年度まで、宜野湾警察署仮庁舎の敷地として使用を許可しております。仮設避難港内に仮置きされている土砂については、仮庁舎建設に支障がないように移動した上で、順次搬出しながら県が実施する公共事業に利用しているところであります。以上です。正義君。はい、今仮設避難港に盛り土として置かれているこの土砂ですね、いつ頃からどこからやってきて、どのぐらいの量があるかご説明していただけませんか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、上原邦貞君。はい、いつからというのはちょっと難しいところでございますが、中部土木事務所が、常々、土砂置き場として、利用してきた土地でございます。で、仮設避難庫に今仮置きされている土砂の量は現在約1万500立方メートルとなってございますので、宜野湾警察署の仮庁舎の建設には支障のないように、今後活用していくということで、適切な管理をしているというところでございます。又吉正義君。はい、実はこの盛土、約もう20年近くも仮置き場として置かれております。で、ここでじゃあ部長にお伺いしますが、まず確認事項の1点目に、この仮設避難庫、都市計画法ではどのような位置づけであるかご説明ください。土木建築部長、上原邦貞君。はい、都市計画上、今現在 の、 位置づけはございませんが、現在、宜野湾市において、改定作業中の宜野湾市都市計画マスタープランの素案によりますと、仮設避難港は宜野湾市における都市型オーシャンフロントリゾート地の核として位置づけ、観光リゾート拠点の創出に向けて、市街化区域への編入を推進し、多様なリゾート機能の誘導に努める予定と聞いております。県では計画的な街づくりの実現に向け、宜野湾市による地区計画策定と合わせた市街化区域の編入に向けて、宜野湾市と調整を進めているところでございます。又吉正義君。部長に再度向け確認いたします。この仮設避難港は臨港地域ではないですか。その確認をお願いいたします。休憩いたします。臨港地区ですね。再開いたします。土木建築部長、
上原国貞君。お答えいたします。仮設避難校は公安としての位置づけではございませんので、臨港地区の指定もないということでございます。又吉正義君。臨港指定はありませんか。この図面を見た限り臨港地区という位置づけで色分けをされておりますが、これ間違いないですか。土木建築部長上原国貞君。先ほど答弁したとおり、臨港地区ではございません。又吉正義君。はい、じゃあもうこれはこう見えませんので、じゃあそれは今、100歩譲るとして、次に先ほどのこの仮設避難校地域ですね、21世紀ビジョンでは、どのような位置づけであったか、もう一度お願いいたします。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長上原国貞君。21世紀ビジョン基本計画の中では、浦添市から宜野湾市に、そして北谷町に至る海岸線を連端した地域をですね、世界的観光水準のコースタルリゾートとして形成するというような記述があったかと記憶しております。又吉正義君。はい、部長、ぜひですね、この位置づけ、そして企画部長のお尋ねいたします。これから21世紀ビジョン第6条を作る中で、この10年前に皆さんが作った資料ですよ、この地区はどういうエリアにするんだという目標があったと思いますよ。ご存じないですか。企画部長宮城勉君。西海岸地域の快適で魅力ある世界水準の都市型オーシャンフロントリゾート地の形成に向けた課題の提起を目的として有識者懇談会を開催したところです。その中で提言が3つございまして、来場者と居住者でにぎわうリゾート地づくり、海を見せる海から見せる風景づくり、快適かつストレスフリーな移動環境づくり等の提言がなされたところです。今後は普天間飛行場跡地利用計画、素案である、あるいは関係市町村の跡地利用計画等へ反映させる、あるいは地域開発動向における連携について展開していきたいというふうに考えております。又吉正義君。はい、ぜひ、企画部長、もう一度皆さんが作った138ページですね、書いてありますので、しっかりそれを確認していただきたいな。ここに宜野湾市から読谷村に至る西海岸地域においてはとですね、良好な景観の形成、環境保全活動と経済活動を共有するルール作り、魅力ある風景づくりを推進し、豊かで美しい観光、都市空間の創出を作ります。そういう地域なんですよ、部長。そこに宜野湾警察署仮校舎来るの、これは構いません。20年以上も置いてあるほったらかしてるヤードの土、またそこに積み替えをして、これが立派な魅力ある風景になりますか。皆さん、おかしいと思いませんか。いかがですか。土木建築部長上原国貞君。はい、仮設避難校の土地につきましては、現在、国有地でございます。で、県が管理しておりますけれども、今回、宜野湾警察署の仮庁舎として、活用いたしますが、その後ですね、宜野湾市と連携しながら、その土地の有効活用について、
国、県、市の3者で、協議をしながら進めていきたいと考えております。又吉誠二君、はい、であるならば、今ある盛り土を A から B に移すんじゃなくて、土地の有効利用を考えるならば、あの一帯なら1万500リューベイの土は、盛り土を全部撤去するのが筋じゃないですか。大きい山を作って山登りをさせながら、皆さん、これを議論して協議するんですか。おかしいと思いませんか。土木建築部長、上原国貞君。はい、現在はですね、土砂置き場として、まあ、使っておりますけれども、それは先ほど答弁したとおりですね、順次搬出しながら、公共事業に、活用しているということでございます。で、これは、まあ、しっかり処理をしながらですね、今後の土地利用に円滑にできるように、まあ、やっていきたいと考えております。又吉誠二君。はい、部長にぜひですね、また6月会で私、改めて確認します。20年近くもある盛り土です、土砂です。やはり県として、いつまでに片付けると方針ぐらいは出してください。あんなにきれいな海が皆さん、昨日現場見てきましたよ。雨降ったら海に流れていくんですよ、海に。そしてこれから豊かなリゾート、景観ある美しい風景を作ろうとする地域、盛り土を見て、何全然美しくないですよ、皆さん。このためにぜひ改善するべきだと思いますが、部長、やはり協議してですね、これは直すべきだと思いますが、いかがですか。土木建築部長、上原国貞君。今、1万リューベイを超える土が置かれておりますけれども、宜野湾警察署の仮庁舎の敷地としては、支障のないように、動かしますし、今後ですね、宜野湾警察署の仮庁舎の敷地として、令和6年度まで使うことになっております。おおむね、その頃にはですね、しっかりと利活用ができるように、検討していきたいと考えております。又吉誠二君。はい、ぜひですね、あそこに盛り土を片付けるだけでいろんな有効活用ができます。盛り土があるおかげで、逆に海にですね、赤土を流れていく。で、子どもたちがそこで遊んだり、怪我をしたりしたら、これは私は良くないことだと思います。そういった意味では、何も平成、この令和6年までこざるんじゃなくて、一日も早くですね、撤去することを、一応要望してきます。次に新型コロナウイルス感染症の影響にかかる支援を求める意見書ということで、宜野湾市議会から出ている、項目があります。大変失礼しました。17項目じゃなくて、15項目に訂正していただきたいと思います。これについて進捗状況、その後どのようになっているか、ちょっとお伺いいたします。まず1、PCR 検査を希望する方が無料または定額で受けられる体制の整備を図ること。児童福祉施設及び医療介護施設等の従事者等に対する慰労金を給付すること、また職員及び入所者等に対し、無料で PCR 検査を受けられる体制の整備を図ること、3、新型コロナウイルスワクチンの接種について、市町村間で実施に偏りが生じないよう、人事配置に関する支援をすること、4、新型コロナウイルス感染や濃厚接触等により、療養が必要な保護者が安心して子どもを預けられる体制を整備すること、5、軽症者や濃厚接触者が自宅等で療養等を行う際、家庭内で感染が拡大しないよう支援を行うとともに、高齢者及び基礎疾患のある方に、パルスオキシメーターを対応すること、また県医師会等と連携を図り、かかりつけ医が自宅療養者を支援できる体制を整備すること、6、中部地域における軽症者及び無症状者用宿泊療養施設の借り上げを実施すること、また医療スタッフの配置やパルスオキシメーターの対応等も検討するとともに、民間病院も含めた病床の確保に努めること、7、感染防止対策等を加速させ、県と市町村のさらなる連携を図るため、市町村に罹患者情報等の具体的情報を提供すること、8、市において陽性者及び濃厚接触者が発生した際、市民が相談できるよう看護師等を配置した専門窓口設置のための支援をすること、
旧新型コロナウイルス感染症対策にかかる営業時間短縮要請に伴う協力について、店舗ごとに1日当たり6万円支給すること、これも該当しないかもしれませんね。10、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した従業員のほか、飲食関連以外の中小業者に対する補償を行うこと、11、アルバイト先の休業や勤務日数の減少等により、経済的に困窮し、学業継続が困難に陥っている学生に対する支援を行うこと、12、児童福祉施設や介護施設等で陽性者や濃厚接触者が発生した際の施設消毒にかかる費用の支援を拡充すること、13、文化芸術及び芸能に関係する団体及び個人に対する支援を行うこと、14、マリンスポーツ事業者を含めた観光関連事業者に支援を拡充すること、15、生活保護世帯に対する消毒液等の感染対策必需品の調達に関し、国に支援を求めること、以上、地方自治法第99条の規定に意見書を提出するということで、議論は市議会から提出されておりますが、その、取り扱い方について、ご説明をお願いいたします。休憩いたします。休憩中ですけれども、各部局ごとに一応15項目答えますので、それでよろしいですか。はい、番号でいいと思いますよ。番号で、担当に言ってありますから、どうなったかと。何番って言ってください。番号言わないと分からない。はい、いいですか。再開いたします。総務部長池田武邦君。はい、はい、それでは議論案市からの要請の11項目目、学生への支援についてお答えいたします。今年度から始まった高等教育の就学支援新制度では、低所得世帯や新型コロナの影響で家計が急変した世帯を対象に、授業料などの減免および給付型奨学金の支給により学生に対し支援が行われております。県においては新型コロナ感染症の影響を受け、先月6日にも全国知事会を通し、大学生などの経済的負担の軽減などの対策を行うよう国に求めているところでございます。引き続き国および全国知事会と連携しながら学生に対する支援に努めてまいります。以上です。子ども生活福祉部長、名田山明子さん。それでは要望事項の2の前段部分でございます。児童福祉施設、介護施設の従事者に対する、慰労金を給付することについてお答えいたします。県では感染すると重症化リスクが高い高齢者のケアを行う介護施設等の職員に対して慰労金を給付しているところでございます。児童福祉施設等の職員に対しては感染対策業務にかかる手当等の経費を支援しており、慰労金の支給については昨年9月に県知事より厚生労働大臣へ、11月に全国知事会から国へ要望しているところです。次に要望事項の4、療養が必要な保護者の子どもを預かる体制についてでございますが、県では保護者が新型コロナウイルス感染により入院し預かり先のない子どもについて PCR 検査で陰性を確認後、仮設の一時保護所で健康観察を行いながら保護することとしております。次に要望事項の12、児童福祉施設や介護施設等での施設消毒の支援拡充について、
県では介護施設や児童福祉施設等における衛生用品の購入や施設の消毒費用等を支援し、感染防止対策と事業継続のための支援に取り組んでいるところでございます。次に要望事項の15、生活保護世帯に対する消毒液等の調達支援について、生活保護制度において日常生活に必要な生活用品については保護受給中の場合、経常的最低生活費のやりくりにより賄うこととされております。同制度のあり方については、国民の消費動向や低所得世帯の消費実態を踏まえ国において決定されるものであり、県としましてはその動向を注視してまいりたいと考えております。以上でございます。保健医療部長大城玲子さん。はい、15項目の要望のうち、保健医療部所管は1番から3番、5番から8番の7項目となっており、そのうち、希望する県民の方が PCR を受けられるようにという1番、それから介護従事者等への PCR の検査のことが2番、それから市町村への感染情報の提供についてが7番、8番が相談窓口についての4つの項目につきましては、県としておおむね対応しているところでございます。それから、パルスオキシメーター、貸与等に関する5番と6番の2項目については、現在、検討を進めているところでございます。次に3番目のワクチン接種に関し、市町村の人員確保につきましては、市町村において行われるものでありますので、県としましては円滑な接種に向け、各市町村実施計画の策定について支援を行っているところでございます。商工労働部長、嘉数昇君。はい、お答えいたします。宜野湾市議会からの17項目の意見書のうち、商工労働部が所管する9および10に関する県の対応についてお答えいたします。まず9の店舗ごとに1日当たり6万円を支給することですが、昨年12月以降に県が発出した時短要請にかかる協力金は、国の臨時交付金の協力要請推進枠の活用を前提としており、国の緊急事態宣言の指定地域となっていない都道府県においては4万円が上限とされているところです。県においては本県に適用される日額の上限額で協力金を支給しております。次に10のうち収入減少の従業員への支援ということですけれども、県では国が実施する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金の活用促進のほか、就職困難者等への再就職支援や生活相談等を実施しております。次に10のうち飲食店以外への支援についてお答えいたします。国が実施する緊急事態宣言の影響緩和にかかる一時支援金については、県内でも旅客運送事業者、宿泊事業者、土産物小売店、旅行代理店、イベント事業者等が対象となりうることとなったことから、国および市町村等と連携を図りながら、これらの事業者への周知及び活用に向けた県独自の相談サポート体制の整備に向け調整を進めているところであります。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。文化、スポーツ観光スポーツ部では13番と14番が該当しておりますので、それについてお答えいたします。まず13番、文化芸術及び芸能に関係する団体及び個人に対する支援を行うことにつきましては、個人を含む文化関係団体などに対しまして、コンテンツ配信等にかかる機材の経費や、感染防止対策を含めた活動再開に向けて、新しい生活様式に対応した文化芸術活動への支援策を講じているところであります。続きまして14番、マリンスポーツ事業者を含めた観光関連事業者への支援を拡充することにつきましては、2月補正予算におきまして、県内の観光体験、アクティビティ商品などの利用促進のため、沖縄観光体験支援事業を計上しているところでございます。今後とも感染状況を踏まえながら、文化芸術の振興及び観光需要の回復に向けて取り組んでまいりたいと思います。立石誠君。はい、ぜひ知事にお伺いしますけど、知事、
やはりこのコロナによる影響ですね、本当に私たちの目に見える部分もいっぱいあるということです。それをまず一点、ぜひ理解していただきたい。そして、金がなければ知恵を出す。お互い横の連携を取って、お互い助け合う、支え合う。そうしないと、乗り越えきれないと思いますよ。知事、その辺の決意をお伺いしたいんですが、やはり今、観光産業も本当に大打撃でございます。その中で目に見えない、まだ行き届かない分野もあるということを、知事は積極的にですね、本当に愛の手を差し伸べていただきたい。全省と一緒です。たまたま議論市議会の方が先出しましたが、これ全省省、私は一緒だと思いますよ。知事、それをもう一度全庁体制でですね、しっかりと取り組んでいただきたいんですが、知事の、意思をちょっとお伺いします。知事、玉城デニー君。はい、まさに議員おっしゃる通り、このコロナ対策、感染防止を徹底するということと、一日も早く、皆さんのなりわいと暮らしを復興させていくということは、先ほども別の議員にもお話をさせていただきましたけれども、観光の回復なくして沖縄の回復はないという思いで取り組ませていただいております。さらに、2月27日に開催されました、全国知事会でも緊急提言をさせていただき、例えば先日、要請をいただきました、緊急事態宣言の経営支援については、特に大きな損失を被っているバス、鉄道、航空、船舶、タクシー、運転代行等の交通事業者や旅行業者、宿泊業者、土産物店等の観光関連事業者、飲食事業者、ブライダル事業者に対し、事業規模に応じた手厚い経営支援を行うことなど、実はこのように沖縄県から要請を受けて、それを全国知事会の中でも盛り込ませていただいて、本当に幅広い分野で皆さんがしっかりと手応えを感じる支援を届けたい、そして国にもそのための財源措置と柔軟な地方自治体が使える制度にもしていただきたいということも併せて要請をさせていただいております。沖縄観光、そして皆さんの事業を一日も早く復興させるために全力で頑張ってまいります。又吉誠君。はい、本当に今までのこの一般質問聞いたこと、本当に県の知事をはじめ県の皆さん、本当に横の連携もしっかり取れてるのかな、取れているのかなと、そして本当に何をしたいのかなと、お互いこの各部署部署おのんに進んでいるんじゃないかと経緯が見られるものですが、そうじゃないんだと、ぜひ全庁体制でこれ取り組んでいかないと、私は経済がもう完全に逼迫もしている、そして生活面もこのね窮地に立たされている。これは県はですね、もっと積極的に進んで、何ができるか、言われる間に行動を起こすぐらいをぜひですね、やっていただきたいということを、お願い述べしておきます。次に3番目に移ります。台風や地震等などによる自然災害の県の対応型について伺います。令和元年の、元年2年の発生件数について伺います。知事、高市長、金城勝君。はい、お答えいたします。令和元年に災害対応を行った大雨、台風等の被害発生件数につきましては、人的被害が34名、住家被害71棟、道路被害12件、崖崩れ24件などとなっております。令和2年における件数については、人的被害12名、住家被害37棟、道路被害2件、崖崩れ19件などと把握をしております。以上でございます。又吉誠義君。はい、はい、特にこの部分のですね、崖崩れについてお伺いいたします。このやはり令和元年24件、2年に19件と、43件ございますが、この崖崩れの1日も早い復旧と防止対策に向け、どのような手順によってこれは進められているかお伺いいたします。意外とこの辺がまだ周知徹底されていないという感じがするものですから、それについてお伺いします。土木建築部長、上原国貞君。はい、土砂災害防止対策等の手順についてお答えいたします。土砂災害防止対策事業を行うためには、旧傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律と関係法令に基づく区域に指定する必要があります。また、旧傾斜地崩壊対策事業においては、
対策箇所が自然斜面であり、かつ斜面の所有者、管理者等が対策工事を行うことが困難、または不適当と認められる場合に限り、事業採択となります。なお、関係法令の指定基準を満たさない場合には、市町村もしくは斜面の所有者、管理者等において対策工事を実施することとなります。以上です。片寄誠君。はい、その中で、去年、宜野湾市の普天間で発生したこの崖崩れについてですね、車もまだ、ぺしゃんこになったまま放置されていると、一体全体、これ、県、市、地主者の罪はどのようになっていますか。土木建築部長、上原邦貞君。はい、宜野湾市普天間で発生した災害現場の状況についてお答えいたします。令和2年10月22日の大雨により発生しました宜野湾市普天間の崖崩れについては、現在、宜野湾市による立ち入り規制が行われていると承知しております。また、宜野湾市に確認したところ、今後、斜面の所有者など関係者により対策工事が実施されるとのことであります。以上です。又吉正義君。そうすると、これについて、県宜野湾市、これじゃあ、地権者が工事を行うのか、皆さんと共にこの旧傾斜地についての警戒区域に指定されているかと思いますが、その取り扱い等についてはどのようになります。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、上原邦貞君。はい、お答えいたします。この宜野湾市普天間のこの現場につきましては、今自治会ですとか宜野湾市から県に対しての対策の要請がない状況でございます。その対策の要請があった場合には、事業採択に向けてですね、必要な危険区域の指定等をですね、必要な手続きを宜野湾市と連携しながら取り組んでいくことになろうかと思いますが、今のところまだ宜野湾市とあと地権者の間で協議がなされているところだと理解しております。又吉正義君。はい、分かりました。ぜひですね、まだ第三次にならないうちにですね、早めに手を打って、この防止対策、県をはじめ地権者をはじめ宜野湾市ともですね、ぜひ力を貸してしっかりしたものにしていただきたいと思います。次に4番目に移りたいと思います。コロナ禍による経済的損失を受けた各種業種の支援事業について伺う。まずバス事業の支援事業について伺います。企画部長、宮城勤君。はい、県では公共交通機関の持続的な感染防止対策の定着を支援するため、平成2年6月補正予算において奨励金を計上し、バス等の公共交通事業者約1300社に3億2000万円を支給し、感染防止対策を支援したところです。公共交通は地域住民の日常生活の足であり、今後も安定的な運行継続が重要と考えております。路線バスをはじめとする公共交通の維持確保に必要な財政支援等について国に求めているところでありますし、また県の支援について引き続き検討してまいります。はい、どうぞ。6月補正予算、令和2年の6月補正予算でございます。又吉正義君。はい、確かに支援事業者でもご存知ですが、知事に伺います。今年の2月3日、8日、15日、16日と、一般社団法人沖縄バス協会から、立て続けに緊急支援並びに支援要望が知事宛てに出ていると思いますが、知事はご存知であるかどうか伺います。企画部長、宮城勤君。バス協会からは、
昨年の4月来要請をいただいているところでございます。又吉正義君。はい、はい、その要請の中でですね、例えば路線バス事業、そして貸切バス事業、この合計でこのどのぐらいの減収となっているかご存知でしょうか。休憩いたします。再開いたします。企画部長宮城智君。はい、沖縄県バス協会によりますと、3月から12月、まあ、昨年の3月から12月の路線バス実車の、減収額は、約18億円と聞いております。文化観光スポーツ部長戸口和弘君。はい、沖縄県バス協会によりますと、令和3年2月の同会会員20社の収入見込み額は、コロナウイルス感染症の影響によりまして、前年同月比 86% 減の5607万円となっておりまして、前年度と比べると非常に厳しい状況が続いているというふうに伺っております。又吉正義君。はい、なぜ今私、今バスにもこだわっているかといいますと、やはり特に県内のこの路線バス事業、これにかきましてはやはり県内の基幹的な交通手段であると思います。1点目、沖縄は電車がありませんので、そうすると通勤通学通院、そして買い物と弱者の県民の足になっているんじゃないですかと。そしてなおかつ生活インフラの役割も果たしていると、これが今窮地に立たされていると。その中で今皆さんが支援してるのも分かります。で、今までの対応策でこれが解決できると皆さん理解をしているのか、これで良しとしているのか、いかがですか。企画部長宮城智君。はい、議員おっしゃるように路線バスについては、特に交通弱者、高齢者の方であったり、学生さんであったり、彼らにとっては欠くことのできない移動手段でありますし、例えば非常事態宣言下にあっては、人の往来が少ない中にあっても、バスの運行を止めることはできない、そういう意味では非常に重要な交通インフラであるというのは、県としても十分認識しているところです。先ほど答弁申し上げましたが、国に今、財政支援を求めているところでありますし、これを踏まえて、県の支援について、引き続き検討してまいります。又吉正義君。はい、本当に今、緊急事態宣言3回出しました。その中でのやはりこの緊急事態宣言における赤字幅があまりにも大きすぎる、止めるわけにはいけないと。ですから、それを国に支援を求めるのも、それもよろしいかと思います。しかし、県としてもさらなる支援もどのようにしたらできるか、これはぜひやるべきですよ、皆さん。そこで、はい、もう一回伺いますけど、長崎県、鹿児島県、そして沖縄県のバス車両の補填額について、皆さん、比較検討したことがありますか。休憩いたします。再開いたします。企画部長、宮城智君。はい、バス協会からですね、九州各県の支援の状況についてという資料をいただいたところでございます。それに比べますと、昨年6月の補正予算の計上した額については九州各県に比べると低い方であったというふうに認識しております。で、ただしですね、6月補正予算においては奨励金、感染防止対策としての奨励金ということで、1台当たり何万円という形で、計上したところでございます。又吉正義君。はい、何も今までの努力を私は否定をしませんよ。しかしこれだけで、大事な県民のすべての足を止める、弱者の皆様の生活インフラ、そういう整備を止めてしまうた場合には大変なことになりますよということです。ですから知事、
お伺いしますが、先ほどのこのようにお互いしっかり支援するところしっかり手こ入れをしてしっかりと立て直す、その意気がなければ無理だと思いますよ。知事の決意をちょっとお伺いいたします。知事、玉城デニー君。はい、県民の足である公共バスについてもですね、やはりそのこの公共交通の維持を確保するために国に対しては財政支援を求めておりますし、県としてもさらにどのような支援ができるのかということを今検討させていただいております。又吉誠君。はい、じゃあ今知事の決意ですね、ぜひ期待をしております。そして県だけでできなければ各市町村も一緒にともにどのようなことができるか、これみんなで乗り越えないといけないんですよ。学業にも影響しますよ。特に弱者はもう大変なことになりますよ。知事、そこまで考えて取り組んでください。次、この括弧4に移ります。衰退する経済の立て直しのための県の 対策事業について伺います。4の括弧、半括弧4ですね。休憩いたします。ごめんなさいね、2番3番も飛ばしてますから。はい、観光関連たくさんの人がついてますから。再開いたします。商工労働部長、加賀津昇君。はい、お答えいたします。県では沖縄県の経済対策基本方針に基づき、最重要課題である事業継続と雇用維持のため、資金繰り支援の拡充や雇用調整助成金の上乗せ助成の継続に加え、回復期の出口戦略として県産品の県外向け総量支援や奨励キャンペーンの実施、幅広い業種で利用可能なハピトク沖縄クーポン等による地域消費喚起にかかる取り組み等を強化してまいります。さらに成長期の出口戦略として県が実施する小規模事業者等 IT 導入支援事業や先端 IT 利活用促進事業等により、各産業分野における競争力強化やデジタルトランスフォーメーションへの移行等を推進し、一日も早い県経済の回復に全力で取り組んでまいります。又吉誠君。はい、あと一つ、私は6月から皆様方に申し上げております。たとえコロナ禍であっても経済を止めずにできる方法はないかとですね。経済を止めずに動かしながらコロナ防止対策を行う。ですから今 PCR 検査等も多くの方々のご尽力により、これももう定額で安く受けられるようになりました。そういった中でぜひたとえコロナ禍の中であってもいいんです、経済を止めずに防止対策安全対策が万全であると確認できるところを営業を許可する、そういった権利独自のマネーを作る、そういった認証システムみたいなものを構築をして、観光であり飲食業であり、私はそういうのも必要だと思いますよ。そういうのも考えてみませんか、皆さんいかがですか。休憩いたします。再開いたします。商工労働部長、加賀津昇君。はい、お答えいたします。感染を防止しながらですね、経済活動をいかにして回復させていくかという趣旨のご質問だと思っております。先ほども答弁させていただきましたけれども、 県ではその、地域消費活性化を図るための、プレミアム付き約束のクーポン券を発行しております。で、この事業につきましては、立花ですとか、そのシーサーステッカー、そういったものが掲示されている店舗ということで、域内の経済を回しつつ、それから感染症のですね、防止拡大を抑制するというところにも取り組んでいるところでございます。又吉誠君。はい、部長、やれ、消極的ですね。皆さんが非常事態宣言を出した12月末日から1月初めまで、
沖縄に来た観光団、ほとんどコロナの方いないんですよ。そのぐらいしっかりした方々が来る。そして最近はこの PCR 検査もできるようになってきた。どうぞ沖縄にいらっしゃいと、沖縄万全ですよと、安全対策もしてますよと、万が一だったらホテル代も持ちますよと、そして動かすべきだと思いますよ。そういった認証システムを作らずにして経済持つのかなと私は思いますよ。もう一度お伺いします。そのぐらい思い切った策をやるべきだと思いますよ。万が一改善ゲームができればまた考え直せばいいんですよ。やってみない限り何も生まれないかと思いますが、皆さんいかがですか。休憩いたします。再開いたします。文化観光スポーツ部長、戸口和弘君。はい、私議員のご質問の趣旨といいますのは、安全安心な島沖縄のために体制構築しながら、なおかつ経済をいかに回していくかという、そのどんな措置を取っているのかということだというふうに認識しました。その中で、例えばこれは春先ですけれども、那覇空港をはじめ各本土との直行便が就航している離島について、タコというものを設置いたして水際対策に、取り掛かりました。そしてそれは今現在、議員申し上げました NAP という那覇空港におきまして、那覇空港に渡航する方のうち希望する方に対して、PCR 検査を実施するというような、これも水際対策の一環として導入をさせていただいたところでございます。そしてもう一つ、観光関連で言いますと、修学旅行におきまして、修学旅行と一般的に保険をかけるものなのですけれども、その保険の対象にならない部分、例えば修学旅行できた生徒さんの中で濃厚接触者になった方が健康観察をする2週間の期間というのは、これは保険の対象にならない部分でございますので、そこに県側は手厚く支援をしていこうということ。実はこれはいろんな声がありましたけど、その中で一番修学旅行関連の観光施策ということで要望が高かったのが、安全安心に迎え入れているというような姿勢を見せてもらいたいというところで実現した取り組みですけれども、これについて学校側、送り出す学校側の先生ですとか、それから親御さん方の非常に安心感が高まったということで、非常に好評な施策だったというふうに理解しております。そういった諸々の施策を通じまして、安全安心な島沖縄を構築し PR して経済の回復にもつなげたいというふうに考えているところでございます。又吉誠君。なかなか理解に苦しんでおるんですが、小学校中学校高校でコロナ感染症ほとんどいませんよ。正直言ってほとんどいませんよ。そして今一番大事な濃厚接触と言いました。12月にも私部長に言いました。県民は濃厚接触をどうしたらなるのか知らないんですよ。ですからこの周知徹底してくださいと。そうすれば家庭内の感染も大方防ぐことができるんですよと、できるんですよと。一向にやる気がない。そしてなおかつそういった状況でも一つ一つクリアしていくことによって、健康チェックも自分でいかにしてやるか積極に進める、こういうのをもっと周知徹底する。皆さん、そうすることによって経済が動き出してくれば、私は、はい、コロナが発生しました、店休みなさいというよりは、ちゃんとこのお店は、今コロナが発生している時期でも、このお店は大丈夫ですと、皆さんが太鼓判を押す、認証をする、どうぞこのお店行っていいですよと、そういうシステムもですね、早く作っていただきたいなと思います。
時間がありませんので、次に行きます。次、これから始まるワクチン接種についてお伺いいたします。ワクチン接種はコロナ対策にどのような効果が期待できるかお伺いします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、新型コロナウイルスのワクチンにつきましては、厚労省によりますと、発症予防効果は約 95% とのことでございます。また、重症化予防にも効果があるとの報告もあります。県としましては、感染者が減少し、県民の生活が新型コロナウイルス感染症の拡大以前の状態に戻ることを期待しまして、ワクチン接種が順調に進むよう全力で取り組んでまいります。又吉誠君。はい、このコロナワクチン、感染予防にはつながりますか、発症予防につながるんですか、どちらですか。保健医療部長、大城玲子さん。厚労省の発表によりますと、発症予防効果が約 95%、重症化予防の効果もあるとの報告は受けているところです。又吉誠君。はい、ですから、感染予防には何と書いてあります。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。感染予防に関しましては、明確な報告はされていないところでございます。又吉誠君。はい、今年の1月8日に皆さん、厚生労働省健康局保健課長から通達文が出てると思いますよ。医療従事者の範囲ということで、注意1ということで、何と書かれてます。休憩いたします。確認。保健用の。すみません、1月8日の通知でございますか。はい。厚労省からの通知。厚労省からの、はい。担当に来てるでしょ、文書がちゃんと。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、1月8日の医療従事者等への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築についてという文書でよろしいですか。はい、よろしいです。はい、はい、1番目休憩いたします。あ、いいですか。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、1番目で医療従事者等への接種の枠組みということで書かれておりますが、これでよろしいでしょうか。休憩してください。休憩いたします。どこページにあるでしょ。
医療従事者等の範囲で注意しての書いてあるでしょ、ちゃんと。6枚目。たくさんついてる。はい。もう一回、説明してもらっていいですか。6枚目の方に載ってると思いますよ、皆さん。通知がいくつもあるもんですから、申し訳ありません。なんで、順序よく来た通りのものでいけば、6枚目ですよ。医療従事者等の範囲ということで。開会いたします。保健医療部長大城玲子さん。はい、大変失礼いたしました。中の1で、少し読み上げさせていただきますと、ワクチンの基本的な性能として発症予防、重症化予防が想定され、感染予防の効果を期待するものではないことから、患者への感染予防を目的として医療従事者等に接種するものではないことに留意というふうに書かれております。又吉誠一君。はい、ですから、そういった感染予防が趣旨目的ではないですよねと、ワクチンについて。重症化を防ぐものだって、感染をするんですよということを県民にも周知徹底しないと、皆さん、ワクチン打って感染しないと、誤解したら大変なことになりますよ。次に、この副反応について、ついでにお伺いしますけど、皆さん、副反応について、どういう症状が諸外国で出てるかご存知でしょうか。そういった情報等を得ております。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長大城玲子さん。はい、接種部の腫れ、それから、倦怠感、発熱等が報告されております。又吉誠一君。特にですね、非常に気になる資料が出ないんですが、アメリカ疾病予防管理センターとアメリカ食品薬品局のこの情報とか持ってないですか。2021年2月12日までの報告したレポートです。休憩いたします。確認、マイク入れてもらっていいですか。確認しましょう。確認です。確認どうぞ。はい、すみません、今の資料については今手元には用意しておりません。国外の情報は全然持ってません。スペインであり、ドイツであり、日本国内の情報しか持ってません。副反応は持ってなかったら持ってなかったでいいですよ、別に。すみません、国外の情報についてはちょっと今手持ちがございません。再開いたします。又吉誠一君。ぜひですね、そういった今最初にワクチンを打った国外の情報もですね、皆さんぜひ仕入れてバリア、網を張っていただきたいということです。先ほどの、CDC そして FDA ですね、この統計資料によると、2021年2月12日までの1万5923件のレポートによると、死亡者が929人、入院が1869人、応急処理が3451人、通院が2191人、アナフィラキシー190人、ベルマリ198人、他にもいっぱいあります。こういう副反応もあるという正しい情報をする中で、私は健康を守る大事な取り組みができるんじゃないかということで、だから今聞いてるわけです。保健医療部長大城玲子さん。は
海外における副反応についても私どもとしても情報をしっかり入手して対応しているところではございますが、今現在国内において先行接種が行われておりますので、その副反応の状況についても随時発表されておりますので、そういった情報を確認しながらしっかりと対応していきたいと思います。ちょっと休憩します。休憩いたします。再開いたします。又吉誠君。はい、尖閣問題について知事に伺います。知事のパトロール発言からですね、あれから2年近くになろうとしている中で、尖閣問題の状況は悪化をしてきたのか、良好に改善してきたのか、知事のご判断を伺います。休憩いたします。再開いたします。知事公室長、金城勝君。はい、お答えいたします。中国は尖閣諸島海域におきまして、領海侵入時間、接続水域における接続航行日数が、最多を記録するとともに、領海内で県内漁船を追尾する事態を発生させており、また自らのこうした活動を正当化する、海域法を2月1日に施行しているなど、状況は悪化をしているというふうに認識しております。又吉誠君。はい、その中で、知事は当時ですね、パトロール発言のときに、これは解決するために、対話をもって解決をしたいと、強い意識を、決意を述べましたが、その後、中国との対話は何回もしました。ご答弁ください。休憩とします。知事、玉城デニー君。はい、尖閣諸島周辺海域については、中国公船等による領海侵入ですとか、漁船追尾などに加え、さらに2月1日に中国海警局の武器使用を認める中国海警法が施行され、漁業者にさらなる脅威を与える状況となっております。県としては尖閣諸島周辺海域において、不測の事態が生じることは断じてあってはならないものと考えており、さる2月19日に外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、および沖縄および北方対策担当大臣に対し、同海域における安全確保や冷静かつ平和的な外交、対話によって、中国との関係改善を図ること等について、要請を行ったところであります。だから、中国との休憩してください。ですから、中国との対話何回持ちましたかと聞いてるわけです。あれから。持ってないでしょ、対話は。再開いたします。知事公室長、金城勝君。すみません、休憩いたします。知事公室長、マイク。どうぞ。満点市議員 の今のご質問ですけれども、県としては、日中両国間の対話を求めるということを、求めてきたわけでございますけれども、今のご質問は、そうではなくて、沖縄と中国との対話をやったことがあるかという趣旨のご質問でございますでしょうか。そうです、はい、何回持ちましたか。再開いたします。知事公室長、金城勝君。はい、ご質問 その沖縄県と中国との対話というのは行ったことはないものというふうに認識をしております。又吉誠君。ですからこれ知事の答弁ですよ、よくお聞きくださいよ。
令和元年の尖閣諸島が我が国の国有の領土であるという認識をしっかり持ちつつ、これまで築いてきた友好関係を生かして文化、経済、交流などさまざまなチャンネルを作り、対話を求めながら沖縄ならではの交流と安全を確保してきたというふうに努めたいと思います。これ知事ですよ、知事。国だけに求めるだけじゃなくて、知事はこういったチャンネルを通して中国とも対話を求めていくことを断言したんですよ。時間ですのでまとめてください。ぜひそれについてもう一度お伺いします。じゃあ対話を持ってないということで理解してよろしいですね。知事玉城デニー君。はい、私はさまざまな交流のチャンネルを通して、対話による解決を望んでいきたい、求めていきたいということをこれからも模索していきたいと思います。はい、ぜひ積極的に中国とも対応してください。はい、ありがとうございます。